こんにちは。今日の試合は楽しみなゲームとなりました。どちらも負けられない中での重要な一戦。実況は私西岡明彦、お隣解説席には福西崇史さんもお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。本日の試合はヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島のカードです。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。チームは今シーズン苦しい戦いが続いています。プレーオフ出場を目標にしていましたが、ここまで思うような結果を残せていません。このままではファンの怒りの矛先は選手に向くでしょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。今日の陣形は一般的な 5-3-2 です。前線の選手には走力と運動量が求められます。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 4-5-1 ですね。ワントップの選手の動きがポイントになります。サンフレッチェは数多くの代表選手を育成しています。全員クラブに残っていればと思うことはありますが、戦力を維持できている点も素晴らしいと思います。前半キックオフです。高橋秀人、高橋俊樹、ホドルスキーのポジショニングが光る。いい形でゴール前まで持ってきました。決まりません。しかし危ない場面でもありました。そうですね、ディフェンス油断してましたよ。スタジアムのテンションが上がります。さあどうだ、クロスが上がった、ポドルスキー、ここは決められず、惜しいチャンスですね。形としては良かったですね。あと一歩でした。ハンドがありました。意図的ではなさそうでしたけどね。丸谷拓也、柏良文、パスコースにはディフェンスがいます。これはスローインになります。素早く入れます。狙いますね。高橋俊樹、高橋秀人、よく見えてます。危険な位置です。緊張感が増してきます。固いディフェンスに攻めあぐねています。パスをこの位置で防ぎます。丸谷拓也、柴崎晃生、ちょっとコースが甘くなったか、カットされます。高橋俊樹、
ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンスを伺っています。いいアイディアでした。相手がボールを奪い攻撃を止めました。パスを2人で交換します。このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。ボールを失いました。パトリックが突破を見せる。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。ボールを回してチャンスを伺います。ここはうまいタックル。ただし相手ボールのスローインです。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。広島の攻撃です。再び戻す。パスをつないできましたがここで奪われました。ちょっと消極的なパス回しです。パトリック、絶好のチャンス、ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。落ち着いて決めました。あのコースは止められないですね。この角度からも見ましょう。ついにゴールが生まれ、これで試合も動き出すのを期待したいですね。そうですね。両チームともここまではリスクを負うのを避けている様子でしたからね。でもこれで動き出すと思いますよ。じっくりと出しどころを探します。いい形でゴール前まで持ってきました。シュート。このボールはキーパーへ。高橋宗也、柏義文、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。この選手ですが前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。さあ選手交代です。逆転への起爆剤となりますでしょうか。後半のキックオフ、今度はサンフレッチェボールです。青山敏弘、柴崎康生、パトリックが突破を見せる。仕掛ける前にボールを奪われました。いいタックルでしたがスローインになりました。井ノ原正彦、パトリックが突破を見せる。通った。いい形になる。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。
タッチラインを割りました。スローインです。丸谷拓也、ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。柴崎康生、青山敏弘、ボールを取りました。さてどうする。出しどころが見つからないか。石津大輔、高橋俊樹、高橋秀人、狙いは悪くないようでしたが、さあスタジアムのテンションが上がります。狙っていった。このシュートは入りません。これは決めないと。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。高橋宗也、柏義文、ここでためを作ります。パトリック、柏義文、危険な位置です。緊張感が増してきます。ルーズボールになった。戻します。青山敏弘、三輪大輝、ボールは戻されます。ボールを運びゴールに襲いかかります。タックルで攻撃を切りました。ただしコーナーです。選手の交代があるようです。コーナーのチャンスを生かせません。逆にピンチとなります。スローインでのリスタートとなります。高橋俊樹、スローインはもう一回。丸谷拓也、サンフレッチェが攻めに出ます。トリック、あと ポドルスキー、これは同点とするチャンスです。しかしながらもう時間がありません。岩波拓也、ここでホイッスル。サンフレッチェ広島が見事な勝利を挙げました。これで試合が終わりました。いかがでしたか、福西さん。はい、8点3を取る戦い方がチームに浸透していますね。この先も期待できそうです。今日の試合、
この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。